クレイグ・ファーガソンはアメリカ合衆国のテレビ司会者、コメディアン、作家、俳優、スコットランド生まれ。CBS が放映する深夜のトークショー番組、ザ・レイト・レイト・ショー・ウィズ、クレイグ・ファーガソンの司会を2005年から2014年末まで、丸10年間務めた。1962年スコットランド、グラスゴー郊外に生まれる。1980年代初頭にパンクバンドに参加。その後、1986年、英国内にて、ビング・ヒトラーという芸名でデビュー。1994年に渡米し、1996年から2004年まで放映されたドリュー・キャリー賞では英国人ナイジェル・ウィック役を演じ人気を博した。2003年公開の映画I'll Be Thereで監督デビュー指導作にも俳優として出演した。2005年より CBS のトークショーザ・レイト・レイト・ショー司会を務め、裏番組である NBC のレイトナイト・ウィズコナン・オブライエンと人気を争うようになる。2008年2月にアメリカ市民権を取得し、その年のホワイトハウス晩餐会に出席、ブッシュ大統領の前でスピーチを行った。2009年に自伝アメリカン・オン・パーパスを出版。私生活では3度結婚している。FAA 公認自家用機操縦士の資格を所持している。自身のトークショーはざっくばらんなスタイルで、番組中にトラブルや言い間違いがあってもそのまま視聴者に見せ、ネタとして使ってしまうことが多い。2007年の番組内では自分が元アルコール中毒患者であったことを認め、一時は自殺を考えていたと明かした。この時の経験は自著にも詳しく書かれている。また、自分の母、ジャネットや妹のリンを番組のゲストとして招いた。その母が2008年末に他界した時はジョークをやらず、約1時間の番組を丸々使って、母の思い出を語った。2009年末には番組が1000回目を迎えたが、この時ファーガソンは最初から最後まで顔を出さず、すべてお気に入りのパペットを使って、ショーを行った。ありがとうございます。